今回は、ゆうちゃん、某テレビ局のビル、霊能力者のじいさん、という話を紹介します。ではどうぞ。私はいわゆる、見える人、だ。と言っても、見える、会話する、ぐらいで、他に特別なことができるわけではない。例えばわかりやすく事故現場にボケッと突っ立つ、どことなく色の薄い青年。私と目が合うと照れくさそうに目をそらす。24年こんな自分と付き合っていて、生きている人間と同じくらいの、何か、に引き止められている、色の薄い、元、人を見てきたが、彼らがこちらに害を加えようとしたことは、ほとんどない。ある人は何かを考え込んでいるような。またある人は虚空を睨むように、その場に留まっている。自由自在に移動しているような奴は、本当にごく稀である。正直、オカルト好きな私にとって、この体質は非常にありがたい。ラッキーと思っているくらいだ。これまで、オカルト好き、と、見える、のおかげでいろんな体験をしてきたが、私は私の体質が生来のものなのかどうか知らない。記憶に残る一番幼い頃の話をしようと思う。私の実家は大海で神社をしている。店でも開いているような口ぶりだが、父、祖父、曽祖父、かれこれ300年は続いている、それなりの神社だ。幼稚園に行くか行かないかぐらいの自分。毎日境内を走り回っていた私は、ある日、社務所の裏手にある小山に、これまた小さな池を発見した。とても水が透き通っていて、1メートル弱の底がとてもよく見えた。脇には当時の私の背丈を優に超える岩がある。私はその岩によじ登っては滑り降り、よじ登っては滑り降りるという、何が面白いかよくわからん遊びに、夢中になっていた。何回目かの着地後、不意に気がついた。地面を見つめる私の視界に、草履を履いた小さな足があった。顔を上げると前方に、アサギ色の変な着物、ジンベイみたいな服、を着た？私より少し大きいくらいの男の子が立っている。私が何をしているのか。さも興味ありげといった表情で、じっと私を見つめている。中性的でとても綺麗な顔。私は参拝に来た人の子供かな、ぐらいにしか思わず。構わず、またあの儀式のような謎の遊びを再開した。すると男の子は何も言わず私の真似をするように、岩を登っては降り登っては降りをやり始めた。当初私は、自分が考案した最高の遊びを真似された、と憤慨しましたが、まあ子供というのは、得てして誰とでもすぐに仲良くなるもので、男の子は名前を、ゆうじ、と言った。私は彼を、ゆうちゃん、と呼んで、ほぼ毎日小山で遊んでいた。ゆうちゃんは虫捕り名人であり、虫博士でもあった。七節を見つけたのは、後にも先にも、ゆうちゃんと遊んでいた時だけだった。この頃私は父に、小山で遊ぶ時は池に近づくなと言われていた。当たり前だ。小さい子が池の周囲で遊ぶなんて、こんな危険なことはない。ある日いつものように、ゆうちゃんと小山で遊んでいた時、池の底にとても綺麗な石を見つけた私は、それを取ろうと池に腕を突っ込んだ。もう少しで取れそう。そんな思いがきっと油断を招いた。重心がすっかり前に行った私の体は、池の縁をずりずりと滑り落ちてしまった。もう訳がわからなかった。突然奪われた酸素、上下がわからない。どっちが上なのか。息を吸いたい。もがく私の腕を誰かが力強く掴み、そして引き上げる。助けてくれたのはゆうちゃんだったが、今考えれば幼い私と、そう年頃も変わらない男の子が、水の中から、人一人を引き上げるなんてありえない。当然ながら、当時の私にそこまでの思考力はなかった。溺れた恐怖にただただ泣きじゃくりながら、そのまま家路に着いた。ボタボタと水を滴らして泣きじゃくる私に、母は仰天し、池に落ちたこと、近所の男の子に助けてもらったことを告白した私に、きついお灸を据えた。母に腕を引っ張られ、たどり着いた先は納屋。私はあの薄暗さが嫌で、普段から納屋には近づかなかった。そんなところに、一人放り込まれた私の恐怖と言ったら、それはもう、今でも当時の私に同情するくらいだ。暗い納屋で一人しくしく泣いていると、誰かが入ってくる気配があった。巣はお化けか何かかと、恐怖に顔面をこわばらせたが、すぐにその表情は緩んだ。ゆうちゃんだ。ゆうちゃんは、ひくりひくりとしゃくり上げる私の横で、静かに寄り添ってくれた。すっかり心が丈夫になった私は、母が呼びかけてくるまでしばらくの間すっかり寝こけていた。スースーと寝息を立てる私を見て母は、この子にはどんなお灸もきっと効かない、と感じたそうだ。この頃から両親は、ゆうちゃん、の存在を知る。近所の遊び相手。そんな認識だったそうだ。幼稚園へ通い始めても、小学校へ上がってからも、私はほぼ毎日ゆうちゃんと遊んだ。ゆうちゃんが同じ小学校にいるのかどうか、疑問は感じていたが、あまり気にしていなかった。私が8歳になるかならないかくらいだったと思う。
8歳になる、もしくはなった、と言って、はしゃぐ私に、ゆうちゃんは、黄色い果物のようなものをくれた。私たちはその果物を池で洗い、二人で仲良く食べた。なんだかちょっと酸っぱくて、美味しくなかった記憶がある。私は家に帰った後、夕食中、両親にそのことを自慢げに話した。先の池転落以来、池に近づくと怒られると思ったので、もちろん池で洗った果物であることは伏せた。両親も最初はニコニコと話を聞いてくれていたが、私が余ったその果物を食卓に持ってきた途端、両親の、特に父の顔色が真っ青になった。まずその果物は、ドロドロに腐ってしまっていた。昼間あんなにみずみずしかった果物が、ゼリー状になっていたのだ。父が果物を睨みつけながら、強い口調で私に問いただした。池で洗ったとゲロった私を父は抱きかかえ、もつれる足をなんとか交互に動かし、祖父の部屋へ滑り込む。まるまる、私、が、様に見られた。なんて言ってたかわからない。絹、を食うてしまってるようだ。と父が叫ぶと祖父は目を見開き、放心といった様子で私を見つめていた。神社の近くで農家をしているおじさんが、家に飛び込んできて、玄関で何やら騒いでいた。慌てている様子だった。母が対応し、すぐに父と祖父が玄関へ向かった。何やらわけがわからない喧騒の中、ふと縁側に目をやると、ゆうちゃんが立っていた。いつも通りの綺麗な顔。だが一点、いつもと違う背丈ほど長くて白い髪の毛。必ず迎えに行くから待っててくれ。ゆうちゃんが私にそう言うので、うん、と返す。それはいつ？言葉になるかならないかくらいのタイミングで、私の視界は急に奪われた。祖父がマフのようなもので私の全身を覆ったのだ。私はそのまま祖父に抱きかかえられ、どこかに連れて行かれ、おそらく本殿。生ぬるい酒のような液体をマフの上からかけられて、車に乗せられ、そのまま街を出て行った。しばらくごとごとと揺られていると、車は緩やかに止まった。布の口が解かれ、父と母が不安そうな顔で私を見ていた。何が何だかわからない私に母は、もう二度と家には帰れないこと。父、祖父と離れ、母方の祖父母の家で母と暮らすことを告げられた。わかったと素直に返事した私を、両親はほうけた顔で見ていたが、私は大して気に留めなかった。父や祖父と離れるのは寂しいが、会いたいといえば向こうから来てくれる。何より、ゆうちゃんが迎えに行くと言ったのだから、待っていればいい。そんな心境で私はことの住民になった。いろんなものが、見える、ようになったのも、そのあたりからだと思っている。いや、単にそれまでは限られた範囲の中でしか、生活していなかったのもあって、たまたま遭遇してこなかっただけかもしれない。でも私は、ゆうちゃんがくれたあの果物のせいだと、今でも思っている。去年の11月末頃のことを、その日俺はバイトのシフトが入っていたので、大学から直でバイト先に向かった。そしていつも通り仕事をしていると、店の外にちらっとなんか変なものが見えた。色は白に近い灰色、人の形をしているのだが、胴体や手足頭はあるけど、他に体の凹凸みたいなものが何もなく、のっぺりしている。服を着ているようにも見えないけれど、色のこともあって全裸という感じでもなさそう。そんな感じの奇妙な物体が店の前を通り過ぎていく。うわ、なんだあれ、と思った俺は、まだ客も少ない時間だったこともあり、外へ出てそれを確認してみると、やはり人のような形はしているが、人ではなさそうで、自分の真横を通り過ぎたので顔も見えたのだが、頭はあるけどのっぺらぼうのように、目鼻口も髪の毛も何もない。かといって、全身タイツを着ているような感じでもない。俺は急いで店の中に戻り、ちょうど近くにいた店長に、なんかすげえのいるんすけど、と店長を外に連れ出して見せたのだが、どうも店長には見えていないらしく、お前何言ってんだ？的な目で見られてしまった。というより、こんなものが外を歩いていたら、みんな注目するはずなのだが、そもそも騒いでいるのは俺だけっぽく、どうやらその場の他の人には、見えていないようだった。その後もバイトの何人かに聞いてみたのだが、やはり俺以外には見えていないらしく、そのうち、俺がおかしくなったと思われてしまったのだろう、店長が。お前最近レポート忙しくて、大変だとか言ってたよな。別にクビにするとかじゃないから、しばらく休みを取るか？とまで言われて、かなり心配されてしまった。このままだと、俺は頭のおかしい奴だと思われてしまう。そもそもあれは見る限り、こっちに危害を加えてくるようなものでも、なさそうだし、それにこっちに干渉してくる様子もない。もしかしたら本当に、俺が幻覚か何かを、見ているだけなのかもしれないので、とりあえずは、見えても気にしない、ようにすることにし、店長その他には、ただの冗談だから気にしないで、的なことを言ってお茶を濁して、その場は収めた。
それから数日、俺は、見えないふり、を続け、気にしないようにしていたのだが、俺とは違う曜日にバイトに入っている、高校生の A 君が、バイトの終わる時間にやってきてこう言い出した。まるまる、俺、さん、なんか変なものが見えるって言ってたらしいけど、それってどんなのだったんですか？と、今さら蒸し返すのかよ。何これ？新手の嫌がらせ？と思った俺は苦笑いしながら、あーあれ冗談だから、あんまマジに並んでくれよ、と返すと、A 君は真面目な顔で、いや、おかしなやつだと思われるから、黙ってたんだけど、実は俺も数日前から、変な人みたいなの見えるんですけど、と言い出した。嘘をついている様子もなく、話を聞いてみると細部まで俺の見たものと同じ。さらに A 君が言うには、どうもあれはただ道を歩いているのではなく、特定の人の後を、ついていっているようだとのことだった。ちなみに、これも俺は気づいていなかったのだが、実はあの人のようなものは、1時間に1人か2人くらいは、店の前を通っているらしい。1日に1人か2人くらいだと思っていたが、結構な頻度のようだ。その後も A 君といろいろ話した結果、やっぱりあれが何なのか気になるので、2人とも学校もバイトも休みの日を使って、後をつけてみようということになった。当日の午前中、二人でバイト先の近くの曲がり角で待機していると、結構すぐにそれと出くわした。どうやら今回は、20代後半くらいの女の人の後をつけているらしい。ただし、なんか今回のそれは、普段とちょっと様子が違った。俺も A 君も、今まで見たものはどれも白っぽい灰色で、人の形をしている何かなのだが、今回のそれは色が明らかに黒みがかっていて、さらに体の一部が欠損している。具体的には右肩から脇腹にかけての部分が、円形にえぐれている。人ならばその時点で即死レベルの欠損だ。A 君が、なんだあれ、キモ。というと、言葉とは裏腹にさっさと後をつけ出した。そして俺に、〇〇さん、今まであんなの見たことあります？と聞いてくるので、俺は、いや、普通の白っぽいのしか見たことない。と返すと、なんか嫌な予感がしたが、気のせいだと自分を納得させて、慌てて後をつけた。10分ほど歩くとある場所にたどり着いた。そこは某テレビ局のビル。女の人は後ろの人のような物体と一緒に、正面玄関からビルの中に入っていったのだが、俺と A 君はビルを見て絶句してしまった。なんとビルの周りに、例の人のような物体が相当な数いる。10とか20ではない。見た感じ300とか400とかいる。1日に何度も見かけるので、あれは一人ではないとは思っていたが、まさかこんなに多いとは思わなかった。それは A 君も同じらしく絶句している。それから二人で少し観察してみたのだが、いろいろなことが分かった。人のような物体の色は結構まちまちらしく、真っ白に近いものもいれば真っ黒に近いものもいる。また、体の欠損部分も、かなり多岐にわたっていて、さっきの女の人についてきていたやつのように、胴体の半分近くがないものもいれば、欠けているのが腕だけとか、頭の3分の1くらいだけとか、片足だけとかのもいれば、逆に上半身が丸々ないものまでかなり様々だ。もちろん俺たちが以前見たように、何の欠損もないやつもかなりいる。また、色の明暗と体の欠損具合には、あまり関連性がなさそうで、黒っぽいは白っぽいから、欠損が大きいというわけでもなさそうだ。そして興味深かったのが、人の後をつけているやつは、ビル内にまで入っていくが、単独でいるやつは、ずっとビル前や地下駐車場みたいな場所で待機していて、ビルから出てきたまだそれがついていない人に、全員ではないがついていくらしい。原則一人につき一体つくようなのだが、出てきた人全員につくわけでもなさそうだし、疲れた人もいろいろで共通点があるようにも見えず、つく人とつかない人の違いがわからない。ちなみに、車やタクシーで出ていく人の場合には、乗り込んだ瞬間に人のような物体が、車の中に吸い込まれるように入っていき、ターゲットが車から降りる場合には、車体からスーッと現れてついていく。A 君も俺も、バイトを始めてから、物珍しさもあって、このテレビ局のところまで来たことはあるのだが、過去にこんなものは見たことがない。わけがわからないしかなりようだ。そんなことをなんとなく考えていると、何の気配もなくいつの間にか A 君の後ろに、それ、が現れた。え？と思って A 君に声をかけようとすると、そいつが俺たちに、ねえ、気づいてるの？見えてるんでしょ？と話しかけてきた。その声はかなり異様で、まずくぐもりすぎていて、男の声なのか女の声なのかも判別できない上に、喋るたびに電波状況の悪い AM ラジオのように、変なノイズのようなものが入る。A 君は明らかに動揺し後ろを振り向こうとしたので、俺は慌てて腕を引っ張り、後ろのやつから少し話すと、小声で、何も答えず振り向くな、後のやりとりは全部メールでするから、と伝えた。
なぜこんな対応をしたのか、実は今になっても俺自身にもよくわからない。ただ、その時俺は強烈に、奴に何も答えてはいけない、気づいた素振りもしてはいけない、と感じていた。そして A 君へメールで、とにかく何も気づいていないふりをしろ、こっちが気づいていないと、あいつらが諦めるまで演技し続けろ、と送り、メールを読んだのを見計らって、とりあえず昼飯でも食いに行くか、と白々しく言い、その場から離れることにした。とにかくこの場から、遠くへと離れたかった俺たちは、何が食いたい?とか、どこそこにいい店がある?とか、ひたすら不自然にならない程度に、会話をつなげていたのだが、こういう時に限ってなかなか会話がつながらない。お互い無理に会話を始めて、すぐに途切れるなんてことを続けていたのだが、その間も俺たちの後ろにいる人のような物体は、ねえ、見えているんだよね。気づいているんでしょ。とか、無視しないで答えてよ、わかってるんだよ。とか話しかけてくる上に、信号待ちなどで止まると顔を覗き込んでくる。しかも話し方は丁寧で、なぜか妙に慣れ慣れしいのだが、口調は微妙に悪意のこもった感じで、その上顔は完全なのっぺらぼうで、表情が読み取れないからかなり怖い。不自然な、まるで会話のキャッチボールになっていない、会話をしながら、俺はふとこの場所からかなり遠くにある、うまいと評判の洋食屋のことを思い出し、A 君に、ちょっと遠いけど、なんかうまいって評判の場所知ってるから、そこ行かね?と話を持ちかけた。そして駅へと向かい電車に乗ると、30分以上かけて、目的地の駅までたどり着いたのだが、改札を出たあたりで A 君が俺にメールをしてきた。なんか例の人みたいな奴ら、増えてるんですけど、と書かれている。ぎょっとした俺が A 君の顔を見ると、かなり動揺しているのがわかる。電車に乗っていた時は、一人しか見かけなかったはずだが、一体どこで、と思いながら、信号待ちしている時を見計らって、不自然にならない程度に、後ろをチラ見して愕然とした。奴ら10人以上いる?増えたというから2人になったとか、そういうことじゃないかと予想していたんだが、これは予想外だ、怖すぎる。話しかけてくるのは一人だったのに、まさかこんなことになっているとは。動揺を必死で隠しながら目的地の洋食屋に到着し、俺はカレーライスを注文した。が、ぶっちゃけ恐怖と不安と、連中に、気づいている、ことを、悟られないようにするのに必死で、どんな味だったのか全く覚えていない。A 君も同じようなもののようで、とてもはためにもうまいものを食っているようには、見えなかった。そもそも連中は全員で、俺たちのテーブルを囲んで、時々思い出したかのように、気づいてるんだろう。とか話しかけてくるので、味わって食べる余裕などあるわけもないのだが、その後も二人で服を見に行ったり、ゲーセンへ寄ったり、思いつく限りの、休日の暇つぶし、をして、気づいていないふりをし続けたのだが、その甲斐あってか夕方頃になって、やっとつけ回してくる奴らの人数が減り出し、お互い家路に着く頃には、ついてきているのは二人だけになっていた。が、この二人だけがなかなか離れてくれない。仕方がなくメールで、今日はひとまず帰ろう、だいぶ離れたんだ。そのうちこいつらもいなくなるはずだ、頑張れ、とメールを送ると、とりあえず今日は解散して帰ることにした。俺と A 君が別々に歩き出すと、案の定ついてきていた二人は、一人ずつ俺たちについてきた。そして自宅のアパートまで帰ってくると、予想通り奴は部屋の中まで入ってきて、相変わらず、気づいているよね。などと話しかけてくる。いい加減しつこくて、恐怖心よりもうざくなってきたのだが、反応したら何が起きるのかが恐ろしくて、無視していた。そのうち奴らの方も、イラついてきたのかもしれない。寝る頃になると、気づいているんだろ、早く答えろ。とだんだんと語気が荒くなってきて、喋る頻度も上がってきた。が、布団に入り電気を消す頃になると、さすがに諦めたのか。なんだ、気づいてないのか。というと部屋から消えてしまった。ほっとしてそのまま寝ようとした時、A 君から電話が来た。電話に出ると、どうやら A 君のところの奴もいなくなったらしく、かなり嬉しそうに。〇〇さん、やっとあいつらいなくなりましたよ、そっちどうですか?となんか涙声で聞いてくる。どうやら不安感から解放されて、電話越しに泣いているらしい。ただ、俺はどうも、あれだけしつこかったのに、最後があっさり過ぎたのが腑に落ちず。A 君ちょっと落ち着け。まだどうなってるかわからない、から様子を見よう。というと、A 君は、もう大丈夫ですよ。それよりあいつ、最後に変なこと言っていたんです。なんか、気づいていたら、聞き取れず、たのに。って、と言った瞬間、電話越しに、あ、と、A 君の声が聞こえて電話が切れてしまった。マジかよ、と思いながら、慌ててリダイヤルで A 君の携帯に電話したのだが、何度コールしても A 君が出ない。
そもそも俺は A 君の自宅の場所なんかは何も聞いていないので、それ以上どうすることもできず、かといってこの状態で寝ることもできず、さらに、まだ奴らがいる可能性、すらある状態で、気を休めることもできず、朝までゲームをしたり、ネットをしたりして時間を潰すと、まだ大学の講義の時間まで少し余裕があったので、バイト先に A 君の住所を聞きに行くことにした。バイト先に着くと、店長がいたので、昨日の夜 A 君の様子が変だったと話し、心配なので様子を見に行きたいから、住所を教えてほしいと言うと、店長は、いや、なんかあいつ昨日、自分の部屋にある本棚の、下敷きになったらしくて、命に別状はなかったようだけど、入院したって話だぞ。さっき母親からそういうことで、しばらくバイトに出れないと、電話があったんだが、と言ってきた。そして俺に入院先の病院名と、病室の番号を教えてくれた。その日の夕方、俺は大急ぎで A 君の入院している病院に、見舞いに行った。すると、頭を打ったようだが、特に大事になったわけでもなく、何日か検査するために入院するけど、それが終われば退院できるらしく、それほど大事ではなかったようだった。そこで昨日の夜、何があったのかを聞いてみようとしたのだが、A 君と A 君の母親が言うには、どうも頭を打ったことで短期的な記憶喪失のような状態になっているらしく、昨日丸々一日のことが一切思い出せないらしい。ただ本当に、昨日の記憶がないだけ、ではないのは明白だった。なぜなら、例の人っぽいもののことを、それとなく聞いてみたのだが、A 君はそんなもの知らないという、昨日より前からそのことは知っていたのに、だ。昨日の記憶が抜け落ちたというより、人っぽい何かに関係した記憶が、すっぽり抜け落ちたという表現の方が正しいだろう。あの後奴らに何かされたのだろうか？が、それ以外には特におかしなところも、不自然なところもなく、普通のいつも通りの A 君だった。ちなみに、A 君は3日ほどで退院でき、バイトにもすぐに復帰したのだが、その後も現在までおかしなところは何もない。それと例の人っぽいものなのだが、俺の方はあれからもしばらく見えていたのだけれど、いつの間にか見えなくなってしまっていた。俺をつけ回していた奴の声も、あの晩以降は一切聞いていないので、さすがにもう大丈夫だろう。気になるのは、テレビ局の前に大量にいたあれは、何だったのかだが、結局それは今現在に至るまで、正体も目的も不明だ。あの態度からして、ろくでもない存在なのは間違いないが、今となっては確認する術もない。以上で俺の体験談は終わりです。長々とお付き合いありがとうございました。俺のじいさんは、よくわからないけど自称霊能力者らしい。知り合いを呼んでお祓いをしたりしていた。小さい頃は何とも思っていなかったが、さすがにある程度歳を取ると、全く信じなくなっていった。うさんくさいじいさんなんだが、なぜかいろんな人がうちのじいさんに会いに来る。じいさんは無償でお祓いを行っていたから、金儲け目的で嘘をついてるわけじゃなく、本気らしい。中学生になるくらいには、じいさんアホくせえと思ってた。そんなじいさんに関するエピソードがいくつかある。俺が小学5年生の時に、俺の親父が死んだ。まあ普通の病気だった。どうも親父の死ぬ年を、じいさんが予言していたらしい。親父が健康な時から、じいさんは親父に、お前はこのままだと38歳で死ぬから、毎日神様にお参りしろ。みたいな感じのことを言ってたらしい。親父は全く信じることなく、まあ38歳で死んじまったわけだ。他にも似たような感じで、他人の死期がわかることがたまにあるらしい。なんか神様が教えてくれるんだとさ。あとじいさんの別の話だが、俺が中学2年か3年くらいの頃に、じいさんの車で買い物に行った時だ。じいさんは何か知り合いの家に用事があったらしく、俺を車に残し、すぐ戻るから待ってろ、とか言って知り合いの家に向かった。車を降りて数歩ほど歩いたとこで、急にじいさんが戻ってきて、お前は絶対に車の外に出るなよ、と俺に言う。俺が理由を聞くとじいさんは、変な女がお前を見てる、と一言だけつぶやいて、知り合いの家に歩いて行った。当時の俺は、じいさんの霊能力を全く信用していなかった。まあ今でも信用していないけど、俺はじいさんが見えなくなってから車の外に出た。理由はあんまり覚えていない。じいさんへの反発ということもないと思う。じいさんの霊能力は信じていないが、じいさんのことは嫌いではなかったから、しばらく歩いて車に戻り、じいさんを待った。またしばらくしてじいさんが帰ってきて、その後買い物に向かった。じいさんに何か言われることもなく、買い物も無事に済んだ。問題はその日の夜だった。なんだか寝苦しく、気持ち悪い夜だった、と思う。もしかしたら記憶の中で、多少大げさになっているかもしれない。全然眠れなかったんだが、しばらくすると枕元、
というのかな、頭の上あたりに気配みたいなものを感じた。何か擦れるような音とかが聞こえたと思う。俺はビビりだから目を開けることもできず、ただただじっとしていた。ずっと、何かの気配と謎の音が聞こえる。恐怖を紛らわすために、他のことを考えようとしたんだけど、なぜか頭に浮かぶのは、スーパー、リオの手、差だった。そんな感じで全く眠れなかった。そのまま朝になって鳥の鳴き声が聞こえてきた。スズメだと思う、多分。その頃になるともう気配も音もなくなっていた。俺は寝れなかったけど、しばらくしてばあさんの声が聞こえてきた。まるまる起きろみたいな感じの。そこでバッと起きて、1階にあるキッチンへ走った。ばあさんに走るなと怒られた。飯を食ってたじいさんが、俺を見るなり、お前外に出たやろ、払ってやる。と言って神様の部屋、我が家には、じいさんの要望で作られたそういう部屋がある、に、連れて行かれ、背中を叩いたり背中に何かを書くなどの、じいさん流のお払いをされた。その後、夜に気配を感じることは一度もない。あと我が家の行事には特殊なものがある。じいさんが知り合いをたくさん連れて、高野山へ行くというイベントだ。これが年に2、3回ほどある。中学3年生の時だっただろうか、その時は俺もじいさんたちと一緒に高野山へ行った。高野山にある、名前は忘れたがおそらく有名な建物の中で、急に知り合いのおばさんが、ってな感じでうなりながら倒れた。その後、やめろとか、うわぁ、みたいなことを叫び出した。特に印象的だったのはおばさんの声だ。あれはどう考えても男の声だった。のぶとい男の声。おばさんはどちらかというと高めの女性的な声だ。苦しそうなおばさんの背中をじいさんが叩いた。何度も何度も。その後、お経を唱えると、おばさんは落ち着いて普通に戻っていった。その後のおばさんはいつも通りだった。最後にもう一つだけ、これは完全に俺の自業自得な話だ。高校2年生の時、当時の俺はかなり調子に乗っていて、よく心霊スポットに行ったりしていた。そういえば当時、俺が住んでいた学生寮も一応、心霊スポットで、夜中にインスタントカメラを片手に、歩き回ったりもした。ちなみに余談だが、俺の住んでいた学生寮に出るという噂の幽霊は、看護婦と高速ハイハイ赤ちゃんの二つだ。元産婦人科らしい。俺の地元には、犬鳴き峠だとか救急なんとかトンネルみたいな、有名な心霊スポットはほとんどない。一つだけ有名なものがあるが、それを言うと地元がバレるのでここでは割愛する。地元の人間で、オカルト好きなら知っているレベルの、心霊スポットが学生寮の近くにあった。ホワイトハウスと呼ばれる建物だ。名前の通り真っ白な家で、長い間放置されているようで。ツタなんかが家に絡みついていて、もちろん窓ガラスも割れている。確か引きこもりの知的障害っぽい子供がいて、一家心中したらしい。その後、建物を壊そうとした業者が怪我したとか死んだとか、建物に入った若い奴らが、怪我したとか死んだとか、まあ、ありがちな話だ。そんなホワイトハウスに、俺は友達二人と午後8時くらいに入った。あの日は、夏なのに寒かった。玄関は木の板で封じられており、玄関からの侵入は無理だった。仕方なく塀を乗り越え、庭に入った。ガラスの戸が壊されていて、白いレースのカーテンが揺れていたのを、よく覚えている。家の中は思ったほどの廃墟ではなかった。暗かったのでわからなかっただけかもしれない。1階はキッチンや風呂、居間などがあった。先輩は風呂がやばいと言っていたので、多少期待していたのだが、まあ普通の古い風呂だった。印象に残っているのはキッチンだ。キッチンには昔、家族が食事をしたであろうテーブルが置かれていた。そのテーブルの上には、茶碗と皿がいくつか置かれていた。今でもその光景が頭に残っている。俺たちは2階へ向かった。急な階段を登った俺たちを最初に迎えたのは、3体の日本人形だった。廊下に棚があり、そこに3体の日本人形が置いてあった。俺たちはそれを見て、気持ち悪いとか言っていたと思う。しばらく人形で盛り上がった後、一番近い部屋に入った。そこはおそらく子供部屋だったんだろう。絵本が散乱していた。桃太郎だとか浦島太郎だとか、そんな感じの絵本が部屋いっぱいに散乱していた。俺は足でそれを退けながら進んだ。その後は特に目立つようなものはなかった。他の部屋も一通り見て、俺たちはホワイトハウスを後にした。問題はその後だった。俺は学生寮に帰り、後輩たちにホワイトハウスの話をした。後輩が自分の部屋に帰った後、俺はホワイトハウスで使った、インスタントカメラを取り出そうとカバンを手に取った。カバンがやけに重い。カバンのチャックを開けた、すると、3体の日本人形が俺を睨んでいた。うわ、声を上げカバンを投げ捨てた。俺はすぐ友達に電話した。お前か?と聞くと友達は爆笑していた。立ちの悪いいたずらだ。
明日になったら人形をどうにかしよう、そう思い、その日は寝た。次の日の朝、なんだか体がだるかった。気持ちが悪く吐き気がした。学校を休みたかったが、簡単に学校を休むと、先輩に何を言われるかわからないので、無理をして学校に向かった。不思議なことに寮を出ると多少体が楽になった。クラスでは俺たちがホワイトハウスに行ったことが話題になっていて、何度も声をかけられた。俺が体調が悪いことを伝えると、呪いだとか言って笑っている奴もいた。授業中はほとんど寝ていた。学校が終わり部活に行く頃には、かなり体調は良くなっていた。部活も終わり、学生寮に帰る。靴を脱ぎ、片付け、部屋の鍵を開け、部屋に入り、倒れた。部屋に入った瞬間体が重くなり、吐き気や頭痛が止まらなかった。俺はどうにか後輩に電話して、体温計を持ってこさせた。39度キューブだった。すぐさま実家に電話して迎えに来てもらった。1時間30分ほどして、おばさんが迎えにやってきた。おばさんの車に乗って病院に向かった。なぜか学生寮を出ると体調は多少良くなった。病院では医者に、正直よくわからないと言われた。菌もないし喉も腫れてないし、みたいな。やぶ医者にも程がある。とりあえず薬をもらって久々に実家に帰った。実家に着いた俺を待っていたのはじいさんだった。家の外でじいさんのお祓いが始まった。背中叩かれたりとか、背中に文字書いたりとか、その後、じいさん曰く。小さい霊が多数と、九州の軍人がついてる。俺は驚いた。実は約1ヶ月前に、部活の大会で九州に行っていたからだ。ちなみに家族にはそのことは言っていない。じいさんはさらに言った。でも軍人は関係ないな。あともう一つ、変なのがついてる。これが何なのかは俺にも全くわからん。でも多分これが原因だろう。じいさんはそう言って家の中に入った。俺は疲れてその日はすぐに寝た。次の日じいさんに聞くと、あれは払うというより帰ってもらった。みたいなことを言っていた気がする。それから念のために4日ほど学校を休んだ。久しぶりに学校に行くと、クラス中の人間からいろいろな質問攻めにあった。俺の体調不良は呪いということで定着していた。なぜか他のクラスでは、俺は死んだことになっているらしい。噂は怖いものだ。それからしばらくは、知らない女の子に声をかけられたりと、少しばかり楽しい日々が続いた。それ以来俺は霊っぽい現象には遭遇していない。まだじいさんも健在である。ちなみに3体の日本人形は、アジシオを山ほどぶっかけて山に捨てた。噂ではあの日本人形は、ホワイトハウスに戻ったらしい。真偽のほどは定かではないが、長文で申し訳ない。じゃ、心霊スポット行ってくる。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。